第718条1、動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い、相当の注意を持ってその管理をしたときは、この限りでない。2、占有者に代わって動物を管理する者も、全項の責任を負う。飼い主の A が犬を散歩させていたとしましょう。その犬が通行人の B に噛みつき怪我を負わせました。この場合、 A は B に損害賠償をしなければなりません。これは例えば A ではなく、犬の散歩を依頼された X の場合、その散歩途中に犬が B に噛みついた場合は、 X も損害賠償をする責任を負います。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。